はい、皆さんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメーカー実況プレイしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずはリュウちゃんさんのコース、恐怖の運試し、たくさんある中から一つ選べ。さあ今回の、運は、今日の運はどうでしょうかね。吉とか大吉だったらいいな。さあ入っていきましょう。さあ、あ、なるほどね。え、ちょっと数多すぎないか。いくつある ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 だいたい16個ぐらいですかね、18個ぐらいですかね。意外と土管の下ってこう、みんな入りづらいんじゃない。そうだよねそこか、答えが見えてしまった。意外とすぐ答え分かるもんなんですね。ここでしょ、ここだね。キューッと、はい、え、一発でここ当てる人いるのか。あ、本当にこれだけのコースかってことで、今日の運はなかったと、そういうことですね。はい、続きまして最新型のクレーンゲーム機、あ、惜しいな、こちらやっていきましょう。僕は結構クレーンゲーム得意ですよ。あんまりやらないけどね意外と取れたりします。え、あー、そういうことか、なるほどね。ドッスンを使って、ここでしょ、よし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 。あ、この仕組みはうまいな。あ、これが何回か続くんですかね。さあさあさあ、続きは、次は、あ、またドッスンが来ました。これはさっきと同じ感じで大丈夫なんじゃないかねえ。よいしょ、はい、ここで、あ、もう一回もう一回もう一回、はい、もう一回、はい、オッケー、いいですね、いいですね。これぐらいなら、はい、どなたでもクレーンいけるんじゃないですか。もう全部一発でいけるように頑張りましょう。はい、あ、ここ一発だね。オッケー、危な、ちょっと予定外だったけどもうちょっと手前に持ってくる予定だったけど、あー、やった、クリア、一発でした。やっぱりね、俺クレーンゲーム得意なんですよはい、続きまして、一発で決めろ、ブラックパックンを避けろ。さあ、ブラックパックンを避ける、あー、なるほどね。これもう普通にね、ヒップドロップな感じでいっちゃえばいいんじゃない。え、ちょっと一発って言われるとちょっと怖いな がっつり当たりにいったな今下手くそか、こうでしょ。下にもそんなにいた、もういこう、すぐ行っちゃう。あー、ちょっとそれはさすがに無理か。ここ今、あ、ちょっと今じゃない今じゃない、ここ、さっきと同じか、よし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 、はーいこれは確かに一発で決めたら気持ちよかったな。もう最初は論外でしたけどね、だからヒップドロップもうちょっと回ってくれるんじゃないかなと思って、空中でね、それを計算したつもりが、はい、あ、ちょっとこちらやってみましょうか。狭いところに入り込め、ドラゴンホースさんのコースですね。さあ、狭すぎるだろ、ちょっとこれはいけるのか。しかもちょっとタイミングもこれ必要ですよね。ほっ、やったやった意外と、イエイ、いきましたね。おー、ちょっと今のスッキリ感が70ぐらい溜まりましたね。何に対しての70なのかよくわかんないですけど。はい、続きまして、マー君さんのコース、スタート鬼ごっこ、しゃがみジャンプ班であり。スタート鬼ごっこですね。まあ、マリオの方が大体早いんでいけるんじゃないかなと思うんですけど、さあやっていきましょう。おっと、そういうことか、これはちょっと待って待って、やっぱちょっと、連続、あ、やっぱこうだよね、連続で押していかないといけないよね。よっしゃ、俺の勝ちでしょ。あ、まだ決まんない、まだダメ、まだわかんない。あ、ここまで来ちゃえばもう僕の勝ちなんじゃないですか。ほら、はあ、だいぶ連打力が必要だねいや、前にファイヤーでね、フラワーを倒すコースがありましたけど、それぐらい結構連打しましたねはい、続きまして、変な仕様、氷の下でヨッシーから降りるとヨッシーが勝手に死ぬ。こちらもマー君さんのコースですけど、これはいわゆるバグなんじゃないですか。ちょっとどういうことかわからないですけど、まずは
このタイミングで入っちゃっていいんじゃないの。そして、ああしゃがむ、マリオはしゃがむ。ちょっと待って動かない。ちょっと待って、これすごい、全然動かない、全然動かない。ちょっとヨッシーが死んだことよりも全然動かない方にがびっくりしてんだけど。あーなるほど、これはバグというかヨッシーが、あでも下あるもんね。え確かに、なんで死んだんだろう、全くいなくなったもんね。ほーさらばヨッシーよ。はい、ニセルトデッテユーさんのコース、1画面謎解きマリオ、せーいめっちゃ燃えてるかな。えでもこれ待って、どうやってゴールするんだ、左こっちから、えあなんか出た、なんか出た、オッケー、いや全然オッケー、オッケーじゃないよ。てかなんでそこに今隠しブロックがあったの、それが謎。ここは叩いても意味がない。え待って、ここなんかいける、いけないいけない、ん、あ、そっか、ドアに入っちゃえばいいの、そういうこと、よいしょ、いや、ここ入れない、入れない、は、は、え、あ、わかったわかったわかった、あ、わかった、もうわかった、ごめん、別にそんな考える必要なかったね。だから、まずキノピオを取って、そして、もうこれでいっちゃえば、あ、で、こうキノピオになって、そしてちょっと待ってから、いっちゃえば、これで、いっちゃえばいいんじゃないの、これでいっちゃえば、よし、ゴールゴールゴール、なるほどね、こういうコースですか今まだマリオ痛そうだけどね、大丈夫なのかなはーい、ってなわけで今回ここまでにしたいと思います。ぜひ次回の、マリオメーカーの実況も楽しみにお待ちくださいませ。はい、ではまたね、グッバイチャー。 Rock be coming どんどん調べ確認安定、その未来人間なんかにもいるぜ、今回人のスタイルに釘付け、携帯まで早くたどり着け、こちらスネーク中に潜入、まずは成功戦中は現中で食う前に転収前、10年10万クリセッキー13日フライデー。